本のスプリッターは前の WBC の時より厄介になっていたね。千賀のスプリットとリーグが違うから対面することがなくてよかった。彼のあだ名を考えた時、おそらくとんでもない球を投げてくるだろうからね。なんでアメリカの投手はそれを習得しようとしないの？日本の投手を見てると、敵なしな変化球に見えるよ。最近増えてるよ、おそらく新しい流行りになるだろうね。TJ 手術によって否定的だったからね。適切な球速があれば、問題ないことを日本が証明してみせたんだ。成功の鍵は6人ローテーションさ。2013年の工事上原は最高だったね。WBC 見たけど、あのスプリッターはイカれてるよ。イコーレベルだ。日本おめでとう。今後数年間で、アメリカのスプリット革命が起こると私は予想します。日本戦を見た？日本の投手はみんなうざいスプリットを投げてくるだけなんだ。スプリットやフォークを投げるのは日本の文化だからね。違いを見分けるのがほぼ不可能な厄介なスプリッターは本当に。東郷はひたすらスプリットを投げているだけなのに、アメリカの打者は倒れていく。日本に住むための唯一の方法は、まずスプリッターを投げられることを証明することだという人もいるくらいだしね。日本から MLB に来た人たちも、縦の変化を覚えて活躍した人が結構いるよね。佐々木は102マイルの速球と化け物なスプリッターを持っていたし、大谷のフォークが特別だと思っていたけど、他の日本人を見る限りそれほどでもないのかな。フォークボールは腕を痛めるという主張は証明されていますか？日本の投手は本当にフォークボールを投げることでより多く怪我をするのですか？実際、日本のすべての投手が今永のようなサウスポーでもスプリッターを持っています。そして、小田大成のような投手は、典型的なフォークボールです。我々が味わったようにフォークボールは非常に効果的です。ただ怪我の心配のため MLB ではかなり珍しくなっています。ですが日本人は何年もフォークボールを投げており、それほど TJ 手術の発生率が高いようには見えません。フォークボールは、正しく投げられる場合、肩や肘に重大かつ増加傾向のある損傷の原因として知られているよ。日本で若い選手は、17、18歳に達する前にフォークボールを投げることを控えるように指導されているね。彼らはいいボールを使っているんです。ですね。水野のボールは握りやすいそうです。